今日本の学校が抱えている課題の、まあ、全体像 の一つの姿をね、うん、捕まえることができたのかなという思いはしています。まず教育の基本のところを課題設定している学校から、まさにコロナ禍の中でやっぱり今年急に降ってきた課題に対して緊急的に対応しなきゃいけないという学校の姿と、まあ、両極端、うん、あったような感じがしますね。やっぱり今学校が抱えている共通課題、一つは新しい学習指導要領の中で出てきている、まあ、カリキュラムマネジメントを核にした教育課程の開発、事業作りっていう部分が一つと、今若手が増えているので、なんとこの若手を学校の中で育てるための仕組み作り、それを単にその、誰かが関わればいいというのではなくて、こう事業とか生徒指導とかって具体的な活動を通した中でいかに育てていくかというね、おそらくこれはもうずっとここ始まって4回目なんですが、初回からそういうテーマがあるんですが、少しずつこう深掘りをされてきたりとか、学校の現状に合うようなやり方をそれぞれが創意工夫して開発をしてきてるんだと、なんかそういう手応えを感じることができたような第4回だったなという感じはします。